皆さんこんばんは。今日は京セラドームで行われました阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦をお伝えします。DeNA は2勝1敗、タイガースは1勝2敗。やっと3戦目で、点が入ったというね、タイガースの打線が2カード目からどうなるのかっていうのがね、一つ見どころ。そして、今日のゲームを見ますとですね、先発のジャクソン、このジャクソン前評判いいんですよね。僕がよく行く喫茶店のマスターもジャクソン推奨しておりました。このジャクソンのピッチングを、僕もしっかり見たいなっていうのが一つ。そしてもう一つはですね、今売り出し中の渡来選手がですね、去年の MVP 村上とどういうふうな対戦をするのか、これも一つの見どころだなというような気で見ておりました。さあ、そのゲーム見ていきましょう。はい、ということで今日の一番のポイントはですね、初回に来ました。この初回の4点、もうこれが全てと言ってもいいかなっていうようなゲームになってしまいましたね。詳しく振り返りますが、まず渡来との第1打席どうなるかっていうと、 3-1 カウントから低めにボール球、村上はですね、去年は初回無失点、もう本当に立ち上がりのいいピッチャーという印象が強かったんですが、その村上がですね、先頭打者にフォアボールを出した。これはちょっとどうかな。オープン戦でもですね、なかなか調子が上がらない、ピッチングが続いておりましたので、そのままこの公式戦にも入ってしまったかな、そういうものを感じさせる、先頭打者へのフォアボールでしたね。そして、オースティンはセンターフライ、ワンアウト取りましたけれども、3番サノにライト前ヒット、1・3塁。そして、4番の牧、ここが一つの大きなポイントになりましたね。牧がワンボールツーストライクからですね、低めの変化球、これをサードゴロ、打球は強かったんですが、強かっただけにですね、これ佐藤輝明がきっちり取ってれば、もうゆとりのダブルプレーが取れたと。5-4-3のダブルプレー、この回はゼロで収まったというふうな場面だったんですが、これをですね、大きくファンブル、前の方に弾きましたね。サードのエラーがつきました。1点が入って、まだワンアウト1・2塁。そして宮崎がライトへ続きましたね、満塁です。関根はファーストフライで2アウトまでなんとかいったんですよ。そして7番の山本、この山本がね、去年からバッティングの方もすごく向上してますよね。この打席でもですね、3球で1ボール2ストライク追い込まれたんですが、そこから難しい球いくつもありました。それをですね、ファール4つした後の、最後に来た球はですね、打ちやすい真ん中近辺にスーッと入ってきたまっすぐ、これを右中間に走者一掃の三塁打、うまくいけば0点で収まってた初回にもう4点、DeNA に入ったということで、この4点は今のタイガース打線にとってはですね、苦しい4点でした。その中で、裏1点返しました。これ一つ大きかったですね。近本がまず右中間に三塁打、そして中野がチェンジアップをセンターにタイムリーして1点返した。この1点大きかったですね。そしてまだノーアウトだったんですが、森下の2球目でしたね。ここで盗塁を試みて中野が完璧なアウト。これでなんかこう意気消沈したような気がしましたね。森下は空振りの三振で2アウト。そして大山ファーストライナーで、この回は1点で終わったということになりました。この後の1点がどちらに入るかっていうのがですね、一つ大きな見どころだったんですが、3回の表に DeNA が点を取りました。この1点が大きいですね。先頭牧がレフト前ヒット、そしてワンアウト後関根がライト前のヒット、7番山本ここでも打ちましたね、センター前のヒット、満塁。そして石上のファーストゴロ、これがフィルダースチョイスになりましたね。最初アウト判定だったんですが、リクエストが出て見たところ、牧の足の方が速かったということで、5点目が DeNA に入った。この5点目が入った時点でもうこれは決定なのかな、僕の中ではそんな感じがしておりました。村上のピッチング内容もですね、本当に良くならない、そういう中で結局村上はこの3回投げた時点で降板ですね。65球、球数も多いです。7安打打たれました。そして、2奪三振1四球5失点ということで、去年の村上では考えられない、ピッチング内容で終わってしまいましたね。
救いはですね、その後のリリーフ陣が残りの6イニング、DeNA に1点も与えなかったっていう、これが一つ大きいですね。3連戦の初戦、ここでまた点をこう与えてしまうとですね、もう明日からもすごく、響くなと、そういうような印象を持ってたんですけれども、この4回から9回までをゼロに抑えた、これは非常に良かったです。まず漆原が2イニング、そして島本が2イニング、門別が2イニング、この3人でですね6イニングをゼロにしのいだ、これは非常に大きかったですよね。今日のゲームで終わるだけではないので、あと締めたっていうのは非常に大きかった。で、まあその間にですね、まあ少しずつですけれども反撃っていうものが見えました。7回の裏、ここは、2アウトランナーなしから木浪に出ましたね。ライトスタンドに入る、今シーズン初ホームラン。というか今シーズンの初ヒットですね。初ヒットが初ホームランになりました。7打数、8打数目の1本ということになりました。点数は5対2。そして8回の裏、ここは先頭打者近本がライトオーバーのフェンス直撃のツーベース、そして中野のセカンドゴロでワンアウト3塁、森下のサードゴロで1点追加ということで、まあ終わってみたら5対3、やはり初回の4点、これが大きく響いたゲームということになりましたね。勝ちがジャクソン。ジャクソン素晴らしかったです。6イニング投げました。87球4安打5奪三振3四球1失点というね、ここまで投げました。初回の1点だけです。素晴らしかったですね。そして、まあリリーフ陣で言うとちょっと不安定だったのが DeNA。伊勢が1点取られる。そしてウェンデルケンが1点取られるというね。山崎もゼロには抑えましたけれども2安打される、このあたりがちょっと不安定だなというものを感じさせたリリーフ陣でした。まあジャクソン素晴らしかったですね。ジャクソン1勝です。そして村上頌樹1敗。ちょっとこれから先も心配になるようなピッチング内容でした。西武は山崎が先、1セーブ目ですね。そして MVP、 これはもうジャクソンでいいと思いますね。まあ、ジャクソンの出来次第だというふうに思っておりました。このジャクソンがきっちりとゲームを作ったということで、これから大きな戦力になるな。158キロぐらいまで出てましたかね。ボールも速いしコントロールもいいし、これは楽しみなピッチャーが出てきました。こういうふうになりました。あと他球場もちょっと言っておきましょう。広島とヤクルト、これは1対1の8回裏にですね、野間がタイムリーですね。2点目、これが決勝点ということになりました。そしてバンテリンドームの中日巨人、これはまた面白いゲームでしたね。巨人が3対2でリードしていたところを田中美希也のタイムリーで追いつく3対3。そして延長11回の裏、まだ、ヒットが出てなかった細川、19打席ぶりですかのヒットがですね、サヨナラホームラン、本人も初のサヨナラホームランだそうですけれども、まあこの勝ち方はですね、去年ドラゴンズでは見られなかった勝ち方ではなかったでしょうかね。ヤクルト戦では勝てませんでしたけれども、今年のドラゴンズには反発力を感じる、そういうものを、まあ、この前お伝えしましたけれども、その反発力を見せてくれたゲームだったような気がします。そして、ライオンズバファローズも2対1、いい試合してますね。もう投手戦ばっかりですよ。ファイターズ、イーグルスも2対4。イーグルスがね、これで2連勝しました。そしてホークスとマリーンズ、ホークスがやはりきっちりとしたゲームをしてるんだろうな。大関が好投した。まあ、西野も2点しか取られてないので、ピッチャーの責任ではないんですが、なかなか打線が、点を取ってくれないと、そういうゲームが続いてるということですね。はい、こんなことです。まあ、今日見ておりまして感じたのはですね、タイガースの打線がちょっと湿りすぎてんじゃないのっていうところなんですね。それを一番感じさせるのがクリーンアップなんですね。今日は森下、大山、佐藤輝明3人でですね、11打数のノーヒット4三振と、出塁したのはですね、佐藤輝明フォアボールで1回出ただけ、あとは森下のサードゴロで1点入ったというだけで、こうクリーンアップが引っ張っていくっていうようなものが全く見えない。それだけではなくてですね、内容も寂しい。大山の3打席目、三振をするわけですけれども、この三振した内容を見ますとですね、全てボール球を振ってます。
これはね、ちょっと前回も言いましたね。前回もちょっと大山のバッティングが心配だ、そういうふうにお話ししたことがありますけれども、今日のこの三振の内容はまた心配をしてしまわないといけないんだなというものを感じましたし、佐藤輝明の守備、まあ確かに打球は速いけれども、なんとかしようっていうものを感じないんですよね。必死さっていうのが欲しいんですよ。クソっていうような、そういうものをやっぱり感じさせてくれないと、やっぱファンの人たちは納得してくれないんではないかなと思いますね。打つ方もですね、もう相変わらずボール球をどんだけ振りましたかね。4打席でもボール球はもうすごい数振ってますよね。これでは、まあ、本当の意味のクリーンアップを任せるっていうところまではいかない。まあ、これは岡田監督もかなり、悩むところではないかなと思いますね。まあ、少々悪くても外さないで頑張ってもらおう、そういう気持ちは強くあると思いますけれども、もう内容がですねついてきてないので、これどこまで我慢できるのか、これもですね明日以降しっかり見ていきたいなと思いますね。天才以上にですね不安になってしまうようなゲームだったと言ってもいいと思いますね。はい、ということで、今日のゲームは横浜 DeNA ベイスターズが阪神タイガースに5-3、初回の4点が物を言って勝ったというゲームになりました。以上です。